皆さんこんにちは。ピオグマさんと反動オカリナの第4回目です。アメージンググレース、それから、賛美歌の神の子にいます、アニーローリーですね、練習して皆様いかがでしたでしょうか。音が出るようにちょっとなりましたでしょうか。あまり強く吹かなくても、音が出なくても OK という練習でした。という感じで、はい、音が出なくて練習する。で、今日はですね、吹き方、吹き口ですが、普通は、反動オカリナの場合、この部分を上と下の唇で、こんな感じで吹きます。ところがピオグマさんの場合は、この間お話しましたように、上唇と下で吹きます、はい、ちょっとこんな感じですね。これで普通は吹きます。だけどピオグマさんの場合は上唇と下でこれで行いますと、高音の場合でもあまり強い息を吹かなくて演奏ができます。で、その時の下唇ですが、この下と下唇を一緒につけるとこうですね。そうすると下側の空気が乱れますので、上唇と下だけでこういう感じで吹くようにします。これで音を出してみます。はい、今上唇と舌だけで音を出しています。はい、皆さんいかがでしょう。これで一度音が出るようになりましたら、それをベースに練習していくと良いと思います。ピオグマさんと反動オカリナの第4回、音を出してみましょうでした。はい、こんな感じで今日の第4回は終了です。それでは皆様、また次回ご一緒に練習していきましょう。さようなら。